マンフレイト・ロンメルはドイツの政治家。所属政党はドイツキリスト教民主同盟。長年にわたってシュトットガルト市長を務めた。ドイツ陸軍元帥エルビン・ロンメルの息子。1928年、エルビン・ロンメルの長男としてシュトットガルトに生まれる。14歳の時に空軍補助員となり、ある公社法中隊に配属された。マンフレイト自身は、 武装親衛隊への入隊を計画していたが、父に禁止された。父がヒトラー暗殺計画への関与を疑われて、自殺を強いられた後、マンフレートはフランス軍へ投降した。1947年、アビトゥーアに合格し、中便ン,ン大学で法学と政治学を学ぶ。卒業後の1956年に、バーデンビュルテンベルク州政府に就職。 1959年に三時間に昇進し、ハンス・フィルビンガー内相の秘書となる。1971年、同州財務省大臣官房長に転じの知事官に就任。1974年、ドイツキリスト共民主同盟の候補として、故郷、シュトゥットガルトの市長選挙に出馬58.9%の得票率で当選した。その後1982年、 1990年と参戦し優退した1996年まで、計22年間の長きにわたり、市長を務めた。退任と同時に名誉市民、ドイツ都市協議会の会長を務めた。シュトットガルト市内のシタムハイム刑務所内で自殺したドイツ赤軍活動家の葬儀を過激派の巡礼地になるとの批判を退けて手配したことでも知られる。また、 国際地方自治体委員会の設立にも関わった。1978年に恩師フィルビンガーがナチスの過去を問われて州首相を辞任した時は後継に名乗りを上げたが、党内の指名争いでロタール出兵とに敗れた。政治姿勢はリベラル保守と言われている。市長退任後もコメンテーターとして活発に活動し、地元の シュトットガルト新聞に寄稿したり、数多くの本を出版していたりしたが、2013年にパーキンソン病により死去した。ミズーリー大学、メリーランド大学、ウェールズ大学から名誉博士号。なお、父エルヴィンとしのぎを削る、公的主導士だったジョージ・パットン・ジュニアの息子、ジョージ・パットン4世とは、同じ戦車指揮官の息子同士であったこともあり、シュトットガルトであって、 以来の交友を持ち、終生その友情は続いた。ABC、マンフレッドロンメル・ダイズ・アット・84、サン・オブ・デザート・フォックス、ホーマー・ジャーマン・メイヤー、ロサンゼルスタイムズ、http://www.latimes.com、アビッチアリーズ、ラミー・マンフレッドロンメルマイナス二千十三万千百九零 1633,848ストーリーアクセススニキークドム2013年11月10日、閲覧。ありがとうございます。